シェープファイルは地理情報システム間でのデータの相互運用におけるオープン標準として用いられるファイル形式である。例えば、井戸、川、湖などの空間要素がベクター形式であるポイント、ライン、ポリゴンで示され各要素に固有名称や温度などの任意の属性を付与できる。また、データ変換ツールを用いると Google Earth などで用いられている。 KML 形式に変換することもできる。シェープファイル形式は、幾何学的な位置と、それに関連する属性情報を格納するべくた格納形式である。ただし、トポロジー情報を格納することはできない。シェープファイル形式は1990年代初めにアークベバーにで導入された。今では、様々なプログラムを使用して、 シェープファイル形式の地理情報を読み書きできるようになっている。シェープファイル形式に保存できるのは、ポイント、ライン、ポリゴンという原始的な幾何学データだけであるため、その構造は単純である。シェープとデータ属性を使って、無数の地理的データの表現を作り出すことができる。表現により強力で正確な計算が可能になる。シェープファイルという用語はかなりよく知られているが、 この用語は誤解を招きやすい一面もある。なぜなら、シェープファイル形式は共通のファイル名を持つ複数のファイルを同一ディレクトリに格納しておかねばならないからである。shp、shx、dbf の拡張子を持つ3種類のファイルは必須である。実際に地理的データが格納されているシェープファイルはこのうち特に shp ファイルのことだけを指すが、 単独のファイルでは不完全であり他の支援ファイルも必要である。パフォーマンス向上のため主にインデックスデータを格納するオプションファイルがある。シェイプファイルに対応している過去のソフトウェアで扱う際は個々のファイル名を DOS 準拠するように変更し全ファイルを同じフォルダに配置する必要がある。必須ファイル、オプションのファイル。shp,shx dbf の各ファイル内での各シェープの順序は互いに多用している。shp と shx は異なるエンディアンに対応した様々なフィールドを持つため、ファイル作成時は適切に指定する必要がある。主ファイルは地理的データを格納している。ファイルは単一の固定帳減ったと、それに続く一つ以上の可変帳レコードで構成されている。 それぞれの可変調レコードは、レコードヘッダ部とレコード内容部でできている。ファイル形式の詳細説明は、SD シェイフイルテクニカルディスクリプションに記載されている。この形式と同じ、SHP という拡張子を採用しているオートキャドの、シェイプフォントソース形式を混同しないこと。二次元座標データの順序付けは、直行座標形を想定しており、あるいはの順序である。 東西軸と南北軸の順序をこのように取るのは地理座標形においての順に書くこととも整合している。座標形としては3次元の Z 座標軸や4次元の M 座標軸もサポートしている。Z 座標には各座標の3次元空間におけるコードを格納し、これは3次元コンピュータグラフィックスにおける可視化や解析などに用いられる。ユーザ定義の M 座標には 線形参照値や四次元空間における経過時間などを格納して何らかの機能を持たせることができる。主ファイルヘッダーは固定帳100バイトで17フィールドが含まれる。内訳は4バイト整数フィールドが9個と、それに続いて8バイト符号付け不動小数点フィールド8個である。上記の主ファイルヘッダーの後に任意の数の可変調レコードが続く。 各レコードの先頭8バイトは、レコードヘッダ部である、上記のレコードヘッダの後に、レコード本体が続く、可変調レコードの内容は、シェープ種別によって異なる。シェープ種別は、ファイルヘッダ内で与えるか、塗るとするかのいずれかでなければならない。利用可能なシェープ種別は次の通り、インデックスには、SHP と同じ100バイトのヘッダーが含まれ、その後に、 インデックスのレコード群が続く。インデックスの各レコードは固定帳8バイトで以下の2フィールドから構成される。このインデックスを使うことで SHP ファイル内での広報検索が高速になる。まず、シェープインデックス内で広報検索し、次にそのレコード位置フィールドを読み、SHP ファイル内のその位置を読む。同様にして任意レコード数だけ。 前方検索することも可能である。格図形の属性は D ペース形式で保存されるほか、代替形式としてエクスペース形式が存在する。エクスペース形式にはオープン仕様があり、それはシェイフイル、C ライブラリーのようなオープンソースライブラリーで使われている。SHP 気化データの地理座標形を指定する情報が含まれており、 座標形の推測が可能とは限らないことからほぼ必須ファイルとみなされている。ARC GIS デスクトップのバージョン9以降で WEL ノーンテキスト形式でのファイル作成時に生成される。それ以前の ARC GIS と一部のサードパーティー製のソフトウェアでは以下に示す別形式を生成する。ARC GIS を含む SD のソフトウェアのみで使用される空間インデックスのバイナリファイルである。s は フォーマットを公開していなかったオープンソースコミュニティがリバースエンジニアリングし文書化された。現在は他のベンダーは実装していない。SHP ファイル内に空間データ解析に必要な情報がすべて含まれているため厳密には必要ではない。ポリラインとポリゴンの角がポイントで構成されており、頂点の間隔は視覚的な倍率により決定する。 形状を滑らかに表示するためには多くの頂点が必要になる。折れ線を滑らかな曲線として表示する機能としては効率的に形状を取り込むスプライン曲線などがあるがシェープファイルはスプラインに対応していない。SHP と DBF ファイルサイズは最大7000万ポイント相当の2イト容量制限がある。他の多角形の最大値は使用する頂点の数により 異なる。DBF の属性データベース形式は、旧式の D a s e 標準に基づいているため、多くの制限がある。形状の種類は各レコードに保存されるので、同一ファイル内に混在して記録できるが、使用上、望ましくない。そのため、形状混合機能の使用時には、ファイルヘッダーで宣言し、ヌル属性を混在する必要がある。ポリラインとポリゴンデータの両方を、 同一ファイル内に共存させることは禁じられており、例えば、井戸、河川、湖は3つの個別ファイルに格納しなければならない。ありがとうございます。